あそこの新しい建物、なんかの劇場になったんだ。サンキュープロジェクト、アイドル募集中？アイドル募集中で、あいたたたた、ごめんなさい。あの、大丈夫ですか？あの、本当にごめんなさい。私、ポスターが気になってよそ見しちゃって。はい、あの、アイドルを募集してるんですか？興味あります。アイドルってなんか可愛くてわーって感じですよね。歌もダンスもキラキラしててピカピカで、見てて元気になっちゃうっていうか。あ、私未来って言います。春日未来、14歳です。なるほど、そういうことなら気合い入れて挑戦しないとですね。よーし、頑張るぞ。おー、うー、プロデューサーさん、おしとやかなポーズばっかりとってたら足がしびれてきちゃいました。私らしくないですか？
とか、あ、お姫様のドレスとか、あとは、花火とか紙吹雪をババーンって打ち上げてみたり、坊主ですか？それじゃあ、プロデューサーさん、今どうでしたか？私もこの写真が一番お気に入りです。空を飛んでるみたいでかっこいいですよね。もっといっぱい撮ってもらっちゃおうっと。プロデューサーさん、ライブ始まりましたよ。うわあ、みんなすごいな。はい、じゃあ私もみんなのところに行ってきます。張り切りすぎちゃってそうでした。勝手なことしてライブがめちゃくちゃになっちゃったら大変ですよね。出番が来るまでおとなしくしてなきゃ。我慢我慢。緊張？そういえば忘れてました。私ライブに出られるって聞いてからずーっと楽しみでワクワクしてたんです。授業中もライブのことばっかり考えてたら先生に怒られちゃいましたけどはーい、気をつけます。でもでも、それくらい楽しみだったんですよ。だから、だから、プロデューサーさん、やっぱりもう行ってもいいですか？え？負けないくらいいっぱいいっぱい盛り上げてきちゃいますね。打ち合わせってなんだか大人って感じですよね。よし、私もキリッと打ち合わせします。あ、そうなんですか。じゃあもしかしてテレビ見ても大丈夫だったりします？やっぱりそうですよね。この時間だとアイドルが出てる番組がいっぱいあるんですけど。いいんですか？ありがとうございます。あ、やっぱり出てる。うわー、見てください。
の髪の長い子。ほら、可愛いですよね。確か、私と同い年じゃなかったかな。歌もダンスも上手だし。わ、決めポーズかっこいい。いいな、すごいな。私もいつかこんな風になれるのかな。テレビ面白かったですね。また一緒に見ましょうね、プロデューサーさん。打ち合わせ？うわー、忘れてました。私夢中になっちゃって。あ、ごめんなさい。やってみたいお仕事？いろいろ全部やってみたいです。これ全部アイドルのお仕事ですか？いっぱいだ。アイドルって何でもできるんですね。そっか。わ、しずかちゃんはこれがいいと思います。カラオケ一発採点バトル。そのモテコーデ対決は翼にいいですよ。絶対やる気出すと思います。え、一番？難しいですよ。これかな。あ、でもでもこっちもいいな。どのお仕事も楽しそう。プロデューサーさん、やっぱり全部です。え、勉強ですか？それはそういう感じでも。あ、でも部活はそんな感じだったかも。楽しそうだなって部活は全部入っちゃいました。どの部もみんな楽しそうだったし、私も日替わりでいろんな部活ができて楽しかったです。ありがとうございます、プロデューサーさん。次はどんなお仕事かな。私いっぱいいっぱい頑張りますね。いっくぞこちらの商品は漂白できるんです。え、この次？ごめんなさい、プロデューサーさん。せっかくのお仕事だったのに。
でも台本読んだ成果は出ませんでした。ちゃんと読めてなかったんですけど。あ、メッセージ。誰だろう。お母さん。あ、やったー、プロデューサーさん、早く帰りましょう。はい、今日の夕ご飯カレーみたいです。お母さんのカレーすっごーく美味しいんですよ。お父さんも世界一美味しいって。いつかプロデューサーさんも食べに来てくださいね。絶対ですよ。二人ともすっごく喜ぶと思います。話はいつも未来から聞いてますみたいな感じで。はい、仕事が面白かったとか、歌が上手くなった気がするとか、しずかちゃんに怒られたとか、いろいろ。今日のお仕事も朝から応援してくれて、してくれてたんですけど、失敗しちゃった。お父さんがっかりするだろうな。あ、お父さんは私ががっかりしてたら私よりがっかりするんです。わざと話題を変えたり、わかりやすくて。お母さんはがっかりしててもしてなくても、そうなんだって言って笑ってくれるんですけどね。次、そうですよね。またお父さんががっかりして部屋をうろうろし始めたらお母さんも困るし。うん、私へこんでる場合じゃない。次こそちゃんとできるようにいっぱい練習します。あ、本当ですか。受けます受けます。どんな番組のオーディションですか。家族バラエティ、大山田家のリビングストーム。よくわかんないけど面白そうかも。プロデューサーさん、お仕事失敗するのもオーディション落ちるのも同じくらいへこみます。ダメだダメだ。何でもやるって決めたし、へこんでても仕方ないですよね。次こそきっと。え、別の役って、本当ですか。お母さん喜ぶだろうな。